私の名前は田中真美、ごく普通の JK。 まあゴリエは相変わらずって感じかな。ブスダ姉妹でおなじみブスダゴリエ、まあクラスの中心的存在。あれ、え、やばくね。え、まさきもそうじゃん。おはよう。待って、え、超顔むくんでるよ、大丈夫？え、なんかさ、アイプチとかもめっちゃ浮いてるよ。なんかメイクも変だし、いつもより。いや、そんなことない。え、なんか顔でかく見えるっていうかね、たつき。むくんでるよね、めっちゃ。そんな変かな。まあ、もうあんま気にしない方がいいと思うけど、顔5倍くらいだよ。アンパンマンかなって思っちゃった。ねえ、たつき。え、ごめん、なんか。ウケる。ありがとう、教えてくれて。まあ、そのうち治るんじゃない。体育だる。え、てかさ、なんで体操着替えてないの？体育だよ、私今日ちょっと休むんだよね。え、なんで？いろいろ。え、なになになに生理になっちゃってさ。うわ、生理ずる。私も休みたい。いいな。田中休むの大丈夫？あ、うん、全然大丈夫、気にしないで。そう、ちょっと、うん、全然全然、ありがとう。え、なんか生理なんだって今日。あ、え、生理で休むらしい。私も休みたいな、いいな。体育マジだるいし。マミ大丈夫？え、マミ、え、今日生理なんだって。え、よくない？生理で休むとかマジいいんだけど、通用するじゃん。え、今日休むらしいよ、生理で。いや、まあしょうがないよ、今回のこと。え、どうしたの？なんかあった？あ、大丈夫だよ。え、なに、なんで泣いてんの？大丈夫そう？え、めっちゃ泣いてんじゃん、大丈夫？なんで泣いてんの？え、大丈夫？彼氏といろいろあったんだけど。え、もしかして別れたの？いや、まあまあ。え、なんで別れたの？おい、大きいって。え、あんなラブラブだったじゃん。え、なんで？理由わかんないんだけど。だってすごいさ、自慢してたじゃん、うちらに。え、絶対別れない感じだったじゃん、まあ、なんで？え、意味わかんない。さとみ、なんで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 別れたの？本当気になるんだけど、なんで？あー、デリカシーのかけらもねえな。なんでいちいちでかい声言うのか理解ができない。それで何人も被害に遭ってるの気づかないの？被害？そうだ。貴様は人間なのか？本当に人間なのか？ムカつく顔しやがって。もっと人の気持ち考えろ。反省しとけ。あと、この頭ムカつくから取れよ。この収集も。うん、ことみ、おばあちゃん。ゴリエは自分のデリカシーのなさに気づき、デリカシーのかけらを探しに行きました。私のデリカシーのかけら、拾わなきゃ。こうしてゴリエはデリカシーのかけらを一つずつ取り戻していった。